葵区常盤町、青葉通り沿いの和食料理店お抹茶近藤の食堂さん。日本茶インストラクターの店主さん厳選のさまざまなお茶とメインが選べる定食を中心に提供しています。昼も夜も注文可能なおばんざいなどがセットの一汁三菜定食。選べるメインは18種類と豊富です。夜はメイン料理の単品やお茶に合うおつまみも揃っています。抹茶ビールやお茶割りも豊富、お茶晩酌が楽しめますね。ランチの定食には日替わりのお茶ボトル付き。やぶきたの浅蒸し、しっかりとした渋みと茶葉の青苦い香りが非常に風味豊かな一杯です。こちらが一汁三菜定食。鶏ももの唐揚げはサクッと軽く薄めな衣で食感を竜田揚げ仕上がり。濃い竜田揚げ風醤油味で生姜も効いていてご飯が進む味わいでした。ご飯は麦飯か黒米ひじきご飯から選べ、サラダに変更も可能。ほんのり香るひじきが風味豊かで硬さも絶妙でした。醤油が効きえのきが入った珍しい食感、おからのような舌触りと風味もある不思議なかぼちゃサラダ、コメロンのさっくり食感も楽しい浅漬け。塩味が濃くしっかりおかずにもなります。ささみ入りのナムルのようなさっぱり塩野菜炒め、すっきりとしたお茶にもよく合うおばんざいでした。シンプルな濃い味噌汁、おばあちゃん家で食べたような懐かしさを感じる一杯ですね。家庭的で落ち着いた味わいながらヘルシーで品数豊富な和定食でした。ぜひお試しください。